パンシュと卵姫は2010年公開の日本映画、ピーテル・ブリューゲルヒツ、穀物の収穫、宮崎駿が原作、脚本、監督を務めたアニメーション映画である。宮崎の監督作品としては2008年公開の崖の上のポニョ以来となる。また、三鷹市立アニメーション美術館で公開される短編作品としては2006年公開の 水雲モンモン以来の監督作品となる。本作の制作にあたっては、ヨーロッパの風景画やミグが深く関わっている。宮崎は、フランドルの画家であるピーテル・ブリューゲルが描いた穀物の収穫を見て、本作の着想を得た。本作の試写会の席上、三鷹市立アニメーション美術館館長の中島清文も、ブリューゲルの絵をきっかけに、 宮崎監督がイメージを膨らませて作った映画であると解説している。また、宮崎は日本の民話、おむすびコロリンのようにヨーロッパにはパンが逃げ出す民話があると指摘し、パンを食べる国々にはパンが逃げ出すお話があるのを知りましたと述べている。それらの民話について考察していた際に、パンになる前のパン種なら、ネバネバ、ぐにゃぐにゃ逃げ出すのかなぁ、そんなことを考えているうちに、 この映画を思いつきましたと語っている。本作を制作する過程は、プロフェッショナル仕事の流儀でも紹介された。ヨーロッパの農村にて、魔力を操るバーバヤーガの下、卵姫は、毎日のように刺激させられていた。ある日、パンシュをこねていると、パンシュに生命が宿る。卵姫とパンシュは、共にバーバヤーガの下から逃亡する。しかし、それに気づいたバーバヤーガは、 二人を連れ戻すため追跡を開始する。ありがとうございます。